1955年、小杉法案12月30日から1964年4月16日は、明治、大正、昭和時代の洋画家、日本画家、歌人、随筆家。本名は国太郎、別号に、未成、法要理。長男は、東洋美術研究者の小杉和夫で、法案の著作を多数編纂している。次男は、インダストリアルデザイナーの小杉次郎。 俳優の小杉吉尾葵、栃木県上津賀郡日光町に、二良山の神社の神官、富三郎の子として生まれる。父は国学者でもあり、1893年から1897年にかけては日光町長も務めていた。1896年から日光在住の洋画家、500条分なりのうちで主となるが、500条に無断で出本上京して、 白馬海洋画研究所に入る。しかしこれに馴染めず、敗戦語るをもずったためききょう。再び五百条のもとに戻る。1900年に今度は許可を得て、再度上京し、小山翔太郎の不動者に入門する。1902年に太平洋画界に入会し1904年に未成の、号で出品する。なお、1903年からは、国木田独歩の主催する。 金字画法社に席を置いて、挿絵を描き、漫画の筆も撮っている。1904年から始まった日露戦争には金字画法師の従軍記者として戦地に派遣され、白身の戦闘画やユーモラスな漫画的な絵などで雑誌の人気に大きく貢献した。1904年11月に反戦州、人中紙幣を刊行した。また、同1九百五年には美術雑誌、 平ラ・アキラを、石井白帝、カノコギ・竹ケらと相関した。1908年に、美術史、宝寸の導入に加わり、この年から文展に出品し、第4回展で三等賞、第5回展で、水鏡、第6回展で、豆の秋と題した作品が続けて二等賞となる。1913年に、フランスに留学するが、当地で、池大河の、 十弁図を見たことがきっかけで、日本画にも系統。翌年の帰国後は、墨絵も描き始めるようになる。同年、再興された日本美術院に参加し、同人として洋画部を主催する。また、西中井にも同時に席を置いていた。その後、絵に対する考え方の違いから1917年に二課会を、1920年には日本美術院を脱退し、 1922年に、森田常とも、山本かなえ、倉田白洋、足立源一郎らと共に、春用会を創立する。1924年に豪を法案と改めたが、これは親友である、倉田白洋が一時期使っていた、法居という画号から、法の字をもらって付けたものである。なお、画号は後に、法案とさらに改めているが、その時期や理由については不明。 1925年、東京大学安田高堂の壁画を手掛ける。1927年には都市対抗野球大会の優勝旗である黒四式のデザインを手掛けた。1929年に中国へ旅行。1935年に帝国美術院会員。第二次世界大戦中に疎開のため新潟県赤倉に住居を移し、 東京の家が空襲で失われたため戦後もそのまま暮らす。ここで新聞人画とも言うべき独自の水墨画を残した。1958年日本芸術委員会員を辞任。1964年廃炎のため死去。墓所は日光市ところのあざ丸み。文典に入選した初期の画は東洋的ロマン主義の傾向を示す。未の号で描いた当時流行の アール・ヌー・ボー様式を取り入れ、岡本一平の漫画に影響を与えている。安田行動壁画は、フランスが特にピエール・シャバンヌなどの影響を残しているものの、天平風俗の人物を登場させ、日本的な思考も表している。フランス帰国後から東洋趣味に傾き、油絵をやめ木画が多くなる。 こうした洋画からの転向は、東洋にとって古いものは、西洋や世界にとっては、新しいという認識に支えられていた。代表作は、山崎彦、老子出関、炎御門新郎最役図など多数。晩年には、法案画集、奥の細道画札が刊行した。画文集、絵本新薬祭勇気、またが担当した、田山家帯、矢場系機構が改訂刊行されている。 テニス、野球、空手など趣味が多彩であり、ポプラクラブという芸術家の社交団体を主催して、テニスを多く行ったほか、押川春郎が中心である、社交団体、天狗クラブにも所属しており、ここでも、野球などを多く行っている。なお、押川とは、冒険世界など押川が主筆を務めた雑誌の表紙を、小杉が描いていたことがあって関係が深かった。また、 テニスプレイヤーとして、東日トーナメントベテラン男子の部において、張り重ねたカノブとのダブルスで3回の優勝を記録している。歌人としても知られ、故郷などの歌集がある。ガロンの古典、ケシエンガデンの仲介を行い、木巨来などの随筆、投資陣についての著作がある。1928年1月28日に、富山県八尾町の 初代越中八尾民用ら保存会初代会長、川崎順二に招かれ、当時のおら節を聞いて、曲はいいのだが歌には下品なものも多く、このままでは、おらは、廃れると進言。そこで、川崎順二が法案に頼み作詞したのが、八尾式で、八尾の春夏秋冬を読んだ四首で構成され、これ以後新しく作られたものを、新作おらとしており、現在もこの歌に合わせ、 舞踏家若柳義三郎が振付した女子の四季踊りと共に歌い踊り継がれている。法案は翌年2月10日夜付の手紙でこの八尾式を川崎に送っており、約10日の間に読んでいる。なお、この手紙は現在、八尾町東町の八尾原資料館にて展示されている。また、八尾八景八種も作詞しており、二人の交友はこの後三十数年に及んだ。 1980年に文集、法案画壇が刊行。1997年10月、出身地日光市の私立美術館で小杉法医織記念日光美術館が開館した。ありがとうございます。